西金沢駅は、石川県金沢市西金沢一丁目にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。北陸本線において同社が単独使用する駅としては、地理上からも、鉄道路線上からも最北に位置する。金沢駅が管理し、JR 西日本金沢メンテックが業務を受託する、業務委託駅である。緑の窓口と自動券売機が設置されている。 1990年代末までは駅構内に清介や駅そばがあったが2019年現在駅に付帯する商業施設はない。なお、当駅東側に隣接する北陸鉄道石川線の新在金沢駅についても本校で開設する。島式ホーム一面二線を持つ地上駅で京上駅舎を有する。かつて駅舎が地上にあった頃は、 複数の側線を有していたが、2011年の、京城駅下に合わせて留置線を2線残し、他廃止された。廃止された側線の一部は、保線訓練施設として、再利用されているが、河川には給電されていない。これら側線だった用地が残っており、古線橋を兼ねる、東西自由連絡通路がその用地をもまたいでいるため、小規模な駅構造の割には、古線橋の空中部分が長い。 北陸鉄道石川線とは、線路は常時接続されていないものの、かつては北陸鉄道の車両を JR 線を経由して輸送するときに一時的に接続するための用地が確保されていた。この用地は後に北陸新幹線の高架橋脚敷地及び駐車場に転用された。島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅本屋からホームへは、 構内踏切を経て連絡する。駅番号は、愛霊さん。単線区間の交換可能駅であるが、現行ダイヤにおいてこの駅で、上下列車が交換する本線。かつては、車両整備工場や車庫を併設した、石川線の核となる駅であった。工場、車庫が移転した後も、待機車両用の留置線を日本有している。二駅離れた終点のの町駅が、 旅客車両の中流のみであったことに対して、新在金沢の留置線は、貨物用電気機関車や除雪用機械、現役を退りいた予備車両などが留置されていた。近年の推移は以下の通り、JR の駅名は伝統的な地域名称などではなく都市名に方角を、冠したのみだが、付近には西金沢の町名もあり、この地域を示す名称として市民に定着している。 地域は、西金と、通称されることが多く、付近のバス停のうちいくつかは、西金町目と命名されている。なお、JR 駅の所在地は、西金沢一丁目一番地である。JR 西金沢駅東口前を通る、石川県道195号、比べ金沢線沿いには、西金プリンスロード商店街と称する小規模な商店街が、形成され、 金融機関のほかコンビニエンスストアなども立地している。また、周辺には JR 西金沢駅、東口側に、加賀製市と金沢製粉 JR 西金沢駅、西口側に凍り、豆腐を全国に出荷する、羽豚江豆腐の本社、工場がある。東口前及び西口ロータリーには、タクシー乗り場が設置されている。公共施設店舗東口の石川線の、 踏切近隣に、北鉄金沢バス西金沢線となるわずを泉線の西金沢バス停がある。また、駅西広場に、北鉄金沢バス上らや線の西金沢駅西口バス停がある。西日本旅客鉄道北陸本線、野の市駅西金沢駅金沢駅、北陸鉄道石川線西泉駅、新在金,金沢駅、押野駅新野の市駅に関するカテゴリー。 新在金沢駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。